どうも、ゲタハノです。本日のテーマは、火葬場によってこんなに違うのかというテーマでお話をさせていただきます。はい。えっ、ー、と、投稿者さんがですね、えー、立て続けにちょっと身内の方を亡くされて、あの去年にですね、まあ、おじを亡くして、で、そしてこの春に、 えー、だからもうほんと最近ですよね、えー、と祖母、まあ、おばあちゃんを亡くされたという方からの投稿なんですけれどもその立て続けに亡くなったことによってですねあの、まあ、別々のね火葬場であのたまたま仮想、えー、してお骨揚げしたんだと思うんですがあのそれぞれの火葬場の記憶とかすごく鮮明に残っていてでその違いにすごくびっくりしましたっていうそういった投稿だったんですよね。 で、えー、おじさん、えー、おじの場合なんですけれども、まあ、お骨作業の時にですね、例えばその釘とかね、あのすごい釘とかが結構あったりするんですよ、お骨作業の時に。で、その釘はまあほとんどもう、えー、遺族さんですね、前に出される前に、なんか釘らへんは基本的にはきれいに取れていて、で、お骨もなんかきれいな形でね、人型というか、まあいうふうになっていて。 で、えー、そしてお骨あげもです、ね、その遺族がみんな納得するまでねあのすごくあの結構しっかりとお骨あげさせてもらいましたと、えー、細かい、えー、お骨小さいのもね、えー、それもちょっと取らせてもらってとか言ってそんな感じでお骨あげできましたとでも今年の春、えー、おばあちゃん祖母をですね仮装した時はですね、えー、お骨あげ出てきました、えー、まず釘がこうもう散乱していてなんかいろんなものがごちゃごちゃになっていたと。 で、えー、それプラスお骨上げの時にですね、えー、ある程度こうお骨ね、まあ、あの収めて、まあ、まだちょっとね、細かいのいろいろ残ってるんですけど、そのタイミングでも火葬場職員さんに、あじゃあもう箸回収しますって回収されちゃいましたと。で、おじさんの時はですね、お骨の説明ね、すごくいろいろしてくれたんだけれども、おばあちゃんの時は全然お骨の説明なかったですっていうね。 はい。で、まあ、投稿者さんもですね、まあ、運営によってですね、まあ、違うんだろうなとは思うんだけれども、ここまで違うとは驚きでしたというふうに、あの、言っております。で、まあね、だからこれ仮想場、機談でも言っておりますが、仮想場によって全然違うよっていうのをですね、まあ、もう、もはやそれを目の当たりにしたというところだと思います。えー、まあ、僕はね、これに関してはね、僕は否定的です。 はい。仮想場によってそんなに全然違うっていうのはね、えー、僕はあんまり良くない。僕は基本的には公平であるべきだというふうに思っているので、なるべく全国の仮想場、あのー、大体同じような感じでね、あのー、僕はできたら一番いいのになっていうふうに思います。たまたまその仮想場だからなんかお骨あげで嫌な気持ちになった。たまたまこの仮想場だからなんかすごく良かったっていうのはね、なんかちょっと僕は腑に落ちないんですよっていうふうに思います。 で、そういうことがあったので、投稿者さんはですね、一つこう、ピンとね、なんか来たらしいんですよ。で、それが、あの、質問なんですけれども、やっぱりできれば、あの、ちゃんとお骨上げしてくれる、えー、方に、のところの仮想場に行きたいと。ね。で、そうなった時に、仮想場って選べるんですかねみたいな。はい。例えば、その、市町、えー、市町村ね、市をまたいで全然違うところとかでも、えー、そういうのって受け入れてくれたりするんですかね っていうそういった質問です。はいでえーとね、これまあ自治体によってのところがちょっとあるんですけれども基本的には例えばその市外とか、えー、ここの地域外の人は、えーまあ、あの例えば市外料金とかね、はいえー、地域外料金とかで、えー、そこの地域の方が亡くなってそこの地域で亡くなってそこの地域で仮装するっていう金額よりもまあ だいぶ、えー、ちょっと、こう、金額多めでね。はい。えーだ、だ、だけれども、それでいいんだったら仮装しますよ、みたいな、えー、そういう制度をしている自治体がほとんどです。はい。えー、なので、基本的には大丈夫だと思いますので、この投稿者さん、あのー、 そのね、良かったと思われた仮想場ね、えー。そこの仮想場ですね、ホームページで検索して、で、あのー、多分その仮想料金とかいうとこあると思うんでね、そこで、まあ、市外料金とかね、なんとか、えー、地域外料金とか書いてあるところ、はい。そこを見ていただいたら、あの、わかると思います。まあ、そうですね。例えば何千円のところが2、3万円とか、えー、1万円ぐらいのところが5万円とか、なんかそんな感じで、あの、若干仮想料金、まあ、上がりますけど、一応、そういうふうにはできます。はい。 まあただねあの原則として、まあ、一応そこの地方自治体でそこのえ地域で亡くなった方はそこで仮装しましょうねみたいな一応そういう感じなんですよ、まあ、だからあのこのないの人は仮装料金が安くなるっていうのが、まあ、そのあたりなんですけれどもまあでも別にねあの外のところでえ仮装したって何も何も悪くないので。 っていうか、あの、僕自分のね、おばあちゃん、えー、祖母自分で仮装したよって話したことありますけれども、えー、それは、えー、僕、市外のところでした。はい。えー、なので、普通より仮装料金ちょっと多めでね、はい。えー、それで仮装させてもらいました。自分の働いていたところで。はい。っていうようなこともできますので、あの、その時にですね、これは葬儀屋さんにまた相談してください。はい。そういう時になった時にね、 えだから、ま、葬儀屋さんだから多分大体病院とかかな、になるんでしょうね。葬儀屋さんに会うときといえば。ま、もしくは自宅の可能性もありますけれども。ま、その時に、あの、いや、実はちょっとあの、いついつどこそこの仮葬場で仮装してもらってお骨上げすごく良かったんですと。で、あの、例えばそれが隣の市になっちゃうんですけれども、それでもいいですかとかで、あの、葬儀屋さんに言ってみてください。あの、別にいいですよって言ってくれます。大体はね。はい。っていうような感じです。 ということで、えー、本日は仮想場によって全然違うということでお話をさせていただきましたではまた仮想場のことでわからないことあれ何だったんだろうなということがありましたら下駄花をホームページからぜひご利用ください